まあ、初めての試みで僕ばっか喋っててもっと哲さんに喋ってもらったかったかなっていう、いいバランスだったと思う。いやいやいや、もう一人ナレーションがいたらよかったかなってちょっと思いましたね。ちょっとそこは僕がナレーションばっかり、ナレーションもしつつ感想も言ってるから、なんか向こうからしたらもう MC になって、はい、お手際ってやばいっすね。お手際ってお手際負けるのやばいっすね。このコーナーにお手際お手際って何言ってるの。だって手際やったんで第2次ありますかね、はい、第2次がありましたらちょっと MC も用意して、僕がもし MC かもしれないですし、 MC で誰か2人を呼ぶっていう可能性もあるんで、ぜひそれも楽しみにしていただければなと思います。その頃にはまだ新しいね、スベロクも出てるかもしれません。出てるかもしれませんね、はい、でもイヤリスクロス良かったです。結構良かったですか。はい、普通にもめちゃくちゃ食べ食いたら A の方がいいでしょ。やばい、落ち着かの良さ伝わってると思います。あ、本当ですか。結構大事な試合初めてでしょ、これで。普通に何もしてないから。意外とセスさんのコメントが来てたから、やっぱこう喋ってない部分、高橋さんのそのどういうのかって気になっちゃうと思うんですけど。いや、こういうのは苦手やからもう一生選んでこうと思って。でもただもうトヨタカローラ愛媛さん、もう購入しましたしね。見た目でしょ、それはすごい見た目がかっこいいとか、はい、かわいいとか、はい、これ一番じゃないですか。それはもちろんあって、まあ、ですよ、まあ、女性選ぶことと一緒ですよ、やっぱり。そうですよ、中身とか言いますか、見た感じ見てますか。そうなんです、ごめんです、はい、すみません。なるほど、なんかすごい腑に落ちますね。落ちますか、はい、ありがとうございます。僕結構中古車で買ってたタイプなんですけど、はい、今正直これもう、はい、高畑健人としての感想は、はい、新車ええなってちょっと思います。ありがとうございます。色とかもあの、はい、黒とか白とか奇抜な色とか言ってもいけるんですか。大丈夫です。何色が好きですか。緑です。緑ですか。オレンジじゃないですか。オレンジじゃない。ああ、オレンジです。カットカットカット。トヨタカナダ西野です。毎週土日試乗フェアやっております。試乗してしかわからない車の良さとかもあると思いますので、ぜひご来場ご体感ください。よろしくお願いします。西野が待ってます。になるのは普通に、そう、ちょっとなかなかならない。最近はもう普通にダンベルカールもめちゃくちゃ楽しくやることじゃないですか。18キロぐらいを片手で持って二頭筋のトレーニングも4種目ぐらいやるんで、そのダンベルカールがメインで、その他いろいろ一言では言い表せないぐらいあります。